はい、行ってらっしゃい。庭とそこに住む生き物を愛した画家、熊谷守一、通称森と妻、秀子。結婚52年目の二人の周りはいつも賑やか。おはようございます、先生。よろしくお願いします。森も森だ。こんな見ず知らずの男に書を書いてやるなんて。息子の勝が書きました。下手ですね。下手でいい。下手萌えのうちです。すごいですね。飽きないんですかね。もう30年もこの庭から一歩も外に出てないんだぜ。天狗か仙人じゃなくて何なんだ。国から文化勲章をいただけるとか。いらないそうです。昨年のアーラ映画祭でお客様からリクエストが多かった2作品を上映します。日本映画の名優が演じる世界観をスクリーンでお楽しみください。アーラ映画祭プレゼンツリクエスト上映は蟹市文化創造センター小劇場にて4月21日日曜日、22日月曜日上映です。シクラメンの香り、夢芝居、愛さんさんなど数多くのヒット曲を世に送り出してきた小倉慶が3年ぶりにアーラに登場。懐かしくいつまでも変わらない優しい歌声に酔いしれるひとときをお楽しみください。小倉慶歌紡ぎの会は蟹市文化創造センター主劇場にて3月31日日曜日午後5時開演です。2019年度の公演をまとめて買うと定価から2割引きになるパッケージチケット。一般発売より早くいい席をゲットできてお得。今年も4月6日から順次発売します。地域拠点契約を結ぶ新日本フィルハーモニー交響楽団と文学座、そしてアーラプロデュース作品をセットにしたウェルカムホームパッケージチケットは4月6日発売です。ライブの演劇体験があなたの心を揺さぶる演劇丸かじりパッケージチケットは4月7日発売です。よりすぐりの極上クラシックを集めた丸ごとクラシックパッケージチケットは4月13日発売です。今年も2回豪華な顔ぶれ、満月至極寄せ体験、カニ寄せパッケージチケットは4月14日発売です。4公演を自由に選んで自分だけのパッケージ、アラカルトパッケージチケットは4月20日発売です。各パッケージの発売日は混雑が予想されます。自宅にいても簡単に窓口と同じように席が選べるインターネット予約をぜひご活用ください。